イベント限定の方には、うん、ホイールのツバイのフラッグが入ってたんですよ。あ、そうなんだ。ということは、多分通常発売の方に太陽竜のフラッグが入ってるんじゃないかなっていう。あ、なるほど、はい、最初はグー、ジャンケン、ポイ、どうぞ先行、はい、さあ太陽竜どんな動きを見せてくれるんでしょうか、うん、何が刺さるのかさっぱり見えてこない。ジャージ&ドロー。あ、これは悪くない。コール、コストで入れます、はい、なるほど。効果でチャージです。了解です。あんまりうまくねえな、うん、でもデッキは掘りたい気持ちがする、うん、はい、あんまり動けないな。どうしようかな。まあ一旦からか。一旦そうですね、回りましょう。1変動、はい、ちょっともうちょいやりたかったんだけど、あんまり動けなかった。さてどうしようかな、この後。うん、うん、いろいろ迷いどころですが、まあでもこっちからかな。多分生きられるはずなんだ。そうです、うん、ではいろいろやってみましょうか、うん、ですね、バルドラゴン、お、はい、これ再録、再録ですね。ちょっとこれは再録、まあいいか、しょうがないか。でライフ1払って、発動しましょう、うん、ゲージ3チャージするか、うん、デッキから、太陽竜のアイテム1枚手札に加えるかを選びますね、うん、じゃあサーチを選択します。デッキからですね、太陽竜のアイテム1枚を手札に加えます。より100円ドラゴンのあの魔法が高騰していくな。まあそうなりますね。これが下がるとさらに、はい、ではこちらを手札に加えます。はいはいはい、はい、これもデッキ収録。そうですね、これがセットの中に入っているドラゴンフォース超太陽竜の型っていうカードです、うん、すごいね。スタートダークドラゴンと全部、はい、はい、全部入ってます。というわけで、はい、お願いします、はい、ドラゴンフォース超太陽竜の型ですね、はい、で、まあこれは毎度おなじみフレアパンク。なるほど、太陽竜がいるときチャージアンドローしますよっていうですね、はい、はい、まあ、これは昔からお世話になっておりました。はい、強いですね、はい、で、ここからですね、じゃあまあ、行きましょうか。ですね、では、手札より、はい、バルソレイユ・ディオスをコールしましょう、はい、2ゲージ払って、はい、あ、ごめんなさい、3ゲージだ、3ゲージ払って効果発動します、はい、場にある太陽竜を好きなだけソウルに入れて、なるほど、コール。まあ、正規的には1枚以上ですね。はい、場のモンスター1枚以上ソウルに入れて3ゲージ払ってコールです、はいはい、バルソレイユディオス。バルソレイなんかもう、はい、色が色彩がもう色彩すごいですね。もうサンワールドトリプル D 混ざっちゃってるから、はい、ではですね、手札よりですね、はい、ドラゴンフォース超太陽竜の方はですね、はい、場にバルソレイユがいるときに装備できるんですよ。なるほど、ライフ関係ないんでこのまま装備します。はい、はい、うわー、なんか虹色感が、うん、で、まあ、ついでにコール、はいはい、ドーン伯爵。なるほど、3-0で攻める時の角度。そうですね、布陣ですね、うん、じゃあアタックに入ります。アタックフェーズ開始時効果、バルソレイユの効果により相手のセンターにいるモンスターを手札に戻すか破壊するかを選択して発動します。なるほど、破壊します。ですよね、はい、そして機種発動、どうぞ。でもいい、はい、出ました。で、6000下げるの、これは2パンか。そうですね。貫通とかはない。貫通はございませんね、はい、どっちが、まあ、打撃高いこっちだな、うん、こっちを6000下げます。了解です、はい、さて、まあこれでね、バルソレイユ短期に届くのがだいぶ難しくなってしまったので、うん、まあアタック入りますよね。で、逆転殺ですよね。そうですね、もちろん逆転殺で札を捨てて、はい、もちろん好きなのを入れ込みます。使う、これはどうでしょうか。厳しいぞ、生きてくれ。これ2パンあるのか。2パンありますね。まあまあ、これでこれの流れが強いんじゃないかな、うん、ゲージは相変わらず十分あるのか、今回は、うん、ゲージは十分あると見ていいだろう、うん、潤沢なゲージがある、あると見て、うん、いい。ちょっと待ってください、やっぱ考え直す。はい、どうぞ。
これでしょ、はい、これでしょ、はい、まあこれでしょ、そうですね、まあこれでいこうかな、はい、大丈夫です、はい、でアタックが始まってやられます、はい、やられました、で、ソウルから出てきますよ、はい、まずはデッキ掘ろうかな、そうですね、その次は、まあこいつかな、そうですね、で効果で、まあ、回収して回収してで何か秘密のカードを入れておくと入れますか、まあ、回収したカードを入れちゃうケースが多いんですけど、はい、でコールしてここを選択して何かを入れ込みます、はい、OK です、で残りは下、はい、はい、さてどうしようかな、この中で1回目の動き終わりました、置きます、さてまあ横をちょこちょこ叩いていくのが一番いいのかなってことですね、2000なんでまあこの辺を、はい、はい、でこれバトル中手札に戻ります、戻りました、はい、バルソルジも横しかたくさん来るないです ね、 そうですね、横ですね、そうだね、横だったらギリとギリと、そうですね、6000、はい、下がってるのが、いくつだっけ、6000だから2000ですね、パワー2000ですね、ギリギリで、あ、こいつも1000だったの、あ、一応届くのか、届く、じゃあまあ、いやまあ横でいいです、横1回目、はい、で2回攻撃、真ん中、なるほど、はい、でまずはこれを解決します、了解です、チャージ&ドロー、はい、でもう一回出てきます、出てきた、あ、強いな、でマイナス6000、了解ですね、もう攻撃不能になりましたよと、はい、いうところですね、はい、では、これにてターン終了です、どうぞ、ドロー、いやーでも俺もやり尽くしてる感あるな相当、うん、チャージ&ドロー、はい、うん、うん、装備ゲージ1と、はい、どうぞ、なんか装備して装備です、はい、うん、どうぞ、はい、ちょっと待って、入れるカードこっちじゃないかもな、うん、別のようなもんです、別のにしようかな、了解です、別のにどうぞ、使用してフニア番手設置、はい、了解です、まあ、ニアバンシュ効果入れて、はい、どうぞ、ワンドロー、はい、ここまでか、はい、ここまでだな、了解です、アタックフェイス、アタックステップ開始時バルソレイユの効果によりセンターにいるモンスターを破壊したいんですが、あ、毎回か、はい、それ毎回か、そうですね、バーン、はい、では奇襲どうぞ、こいつですね、チャージャーのドローします、はい、でまたこれダメージ軽減みたいなのあるの、こっち、そうですね、このカードがある限り、すべてのダメージを2点減らします、うわっ、届かない、まあそうですね、ノーダメージ、ね、じゃあカラーアタックします、了解です、どうぞ、で通らない、はい、で効果で終了時ソウルをドロップすることでワンチャージ、はい、了解です、で起死発動、はい、で対抗起動でゲージ1払ってソウルを抜くって効果を一応使っときましょうか、使っときますか、はい、抜きます。じゃあソウル抜かれます。はい、ただパワー届かねえんだよ、うん。ひどいなこれは。うん、さて、いかがでしょうか。ターン終了。終了で OK です。置きます。でドロー。うん。どうしようかな。あんま強くないですよね今ね。どうしようかな。まあでももうこれいらんかな。また。いや、また祭り林がお祭りに騒ぎ迫ってきてるましたよこれがいらんかな、チャージ、どうです、なるほど、じゃあ、このままアタックに入ります、そうだ、メインフェーズが終了時、どうぞどうぞ、ソウル抜きます、はい、OK です、了解です、はい、やられました、はい、はい、では、バルソレイユの効果によりセンターにモンスターを破壊します、はい、アタックです、3点蒸気から戻す。なるほど、戻す。OK です。戻されました。はい。ドラゴンフォースアタック2点。受けた。はい。2回攻撃2点。受けた。ファイナルフェイズ、スタンド。あるんだ。はい。そんな能力あったんだ。ありますね。まあ、前はちょっとパワーが意味なかったので、なかったですけど、アタック。受けた。はい。でですね、あ、そんな効果あったの、ね、ついでにですね、その後、手札にいる必殺モンスターをコールしていいっていう効果があるんですよ。ああ、そうなんだ、そうなんだ。ただ、素材を飛ばされてしまったんで、なるほど、まあ大丈夫ですよ。おー、カラス効いたね。うん。ドロー。これちょっと、どうかな。チャージ&ドロー。どうぞ。
コールこうか、はい、3枚入れて、うん、1枚入れ込み、はい、どうぞ。落札ならどうか、はい、風なってきてる。来た。ワンチャージ、ツーライト。はい、あ、来てるよ。モニアバンシューは使わないでいこうかな。ないですか。了解です。じゃあ、2点入って、どうしようかな。ここはこれ使いましょうか。ラウドボイス。なるほど。エクトのカード1枚を。なるほど。1枚だけ ?1 点でいいです。はい、行ってきましょう。効果ね。効果で抜くのはここにします。出口払って回収して、はい、調子アップルそうです。何が起きたか分かりましたか。さっき落としたからですね、ゲージに送って、でこれでアタックするときに相手に効果5ダメージです。もちろんコストは払うんです。払います。ただ3ゲージ払って、さっきコストがなかったから、そうですね、ないのでやんなかったっていうことですね。はい、というわけで、はい、いろいろあり、でも強そうだな、普通に。そうですね。というか、バルソレイユが出ることによって、そう簡単にライフが減らないっていう。守備はボイスでっていうのがあるしね。そうですね。で、ここを倒しに来たときに、まあ、例えば、攻撃あったらボイスで下げちゃえば、8000を突破するのなかなか難しいので、ね、はい、かといってセンターに行ってもほぼ打力も下がってダメージまでカットするんで、連携アタックさえも意味がない。だけど祭り林で俺どこかで間違った気がするんだけど、ね、まあいや、そうか、そう、あと
と今やんなかったですけど、他にもいろんな進化がありますね。あのバルソレイユ専用の盾があるんですけど、バリバルソレイユがあるとですね、まあ事実上バルソレイユがあったですね。あ、でもこれ他のワールドでも使えるから使えます。で、このか、まあ、まず攻撃無効は共通です。ネームダクトもそれはできます。で、バイタイオウリュウがいたらワンドロー、ネオドラゴンがいたらワンゲージチャージ、コクリュウがいたらライフ1回です。なるほど、はい、まあ、バルソレイユがいればみんなやる、まあはい、まあバルソレイユ専用だね、出張カードにはなり得ないから。そうですね、バルソロイエがいるならばもうみんな出るよ全部、はい、まあ利用でするってことですね、普通にやると、ね、根気無根しながら利用で、なるほど、うん、いいね。そうですね、あと何かしたんだ、デッキそのままではないでしょ。いや、ないですね、いくつかいじりました。はい、ちょっとだけ、本当にちょっと変えただけ、はい、ちょっと変えただけです。例えばちょっと重要度が高そうなの、そうです。例えば、さっきパックを見てて現れたこれ、まあ、でもこれそんなにですよ、そんなにいらない、まあ、2枚ぐらいに抑えてますけど、まあ、これ追撃カードですね、どちらかっていうと、はい、手札から追加でコール、はい、手札から必殺コールしていいっていう。で、必殺モンスターって 1ターンに1度しかコールできませんけど、効果による効果コールだったら関係ない。あ、関係ない、なるほど、はい、よってこれで必殺コールをして、しかも2枚引くって書いてあるんじゃない、はい、2枚引きます、その後、うん、じゃあ2ゲージチャージ、これ持ってたら前まずコールして、あ、まあ、そうですね、はい、手札補充しながら圧かけるです、はい、なので必殺モンスターをばらまきながら、はい、ひたすらこれでこう、それが重要そう、結構これで、あの、要するに圧を加えるスピードをより高めたいってことですね。やっぱり結局のんびりやってると負けちゃうんで、ああ、はい、あとは、まあ、逆転バラ1枚だけさせてきましたけど、あ、でこれが新カードですね、ああ、これ新カード、これはこっちですね、まあ、これはあの前も入ってましたけど、まあ、これは逆転するデッキから必殺コールするよっていうカードでしたよね。そうだね、これはまあ前から、そうですね、はい、でこれが今回の新規ですね。これがですね、あ、強、なかなか強いですよ。クレアファングなんですけど、やってることは要するに、あ、ただあ、でもバルソレイの横に置けんだ。そうです。でこれサイズするけども、バルソレイがいるとサイズがゼロ。下がる。さらに、自分の、あの、このチャージしてドローするっていう効果はですね、自分のメインフェーズ中とファイナルフェーズに1回ずつ使えるっていう。ああ、そうですね、だからメイン中にコールをしたことによってチャージ&ドロー、うん、ファイナルフェーズに必殺コールすることによってさらにチャージ&ドローです。なるほど、はい、じゃあこいつが横にいると要注意だね。そうですね、もう大暴れしますね、それで、まあ、こいつ自体はアタックとか圧はないんだけど、そうですね、手札補充です、はい、であとは、とにかくバルソリューがいればいいっていうだけの能力なんで、ていうかこれがすごく強いですね、うん、早急に乗ってしまえばいいっていう、うんうん、そう、だからこれでもう、あの、絶対、まあ、基本バカラ絶対どかない武器がこれだけであるんで、る、はい、バカラ対応量がいなくなるっていう現象もまずないでしょうと。なるほど、はい、盤面にモンスターがいれば、あの、これがさらに、ドロップか手札から必殺コール、これも効果ですね、うん、効果による必殺コールをするっていうことができますので。そうか、じゃあ必殺モンスターは何枚ぐらい入ってる、はい、今ちょっとまだ抑えてます、4枚ぐらいです。あ、4、はい、あ、それでも4は入ってる、 4ぐらい、まあ、手札からとかもあるからね。そうですね、はい、なので4ですけど、でもそれでも採用してる必殺モンスターは2種類です。なるほど、あの、さっき、あの、言っていた、あの、この連携アタックですね、ドロップにさえ落ちてしまえばいいから。そうですね、で、これがですね、バルソレイユって名が付いてるんで、うん、あの、これでサーチできます、うんうん、バルソレイユを手札に加えるっていう効果なので、これで手札に連れてくることができるので、うん、はい、なのでこれに行ってたらこれ出して、これ出してこれ加えてか、まあ、どっちかですね、ない方のバルソレイユ連れてきて、で、あの、コールして、あとはこの辺ひっくるめて圧を加えて終わらせるっていう、うん、とこですね。あとは対カオス用にやっぱりこの辺の必殺モンスターが重要な。カオスにも勝てそう。あ、カオスに勝つために、でもカオスにやるには、まあ、これでもいけますけど、うん、やっぱりね、あの、こっちがあった方がね、あいいですね、全体攻撃、ね、うんうん、かける何回分っていうことを何回もやってもいいかな、まあ、それだって大対応量だし。そうですね、まあ、テーマとしては全然ブレてないというか、はい、これでもいいです、うん、パルソレイユではないけどね、はい、ね、ですね、で、なんといってもですね、やはりこの新カードでこれがですね、うん、あの、普通に入ってしまうところですね、あ、はい、これがね、はい、これがですね、あの、噂のドロー魔法がね、ワールドの数だけドローするということはですね、うん、まあ、バルソレイユがいるだけで3ドローだね、3ドローです、うん、で、あの、でさっきあのドン伯爵をちらっと見せてましたけど、あれはワールドか、はい、あれはワールド稼ぎのためです、はっきり言ってしまう、ね、しかも3-0で殴れる、はい、フォーメーション組めるっていうのもあるし、そうですね、3-0フォーメーションとドローがさらにもう1枚加速するっていう、なるほど、はい、
なのでバルソレイユとドーハン仕掛けると4枚ドローが期待できます。高くなりそうですね。そうですね、どうしてもですね、まあ、だより強そうだな、はい、強いですね。これもちょっと作ろうかなと。もうベースが出来上がってるからさ。そうですね、もうセットをさえ買ってしまえば、はいはい、セットがありますからね、はい、あとはパーツさえ揃えれば全然。そうだね。でこれ装備してバルソレイユが例えば消えてもですね、ここも3ワールドなんで、うん、これだけで3ドローです。本当だ。最悪モンスターが全滅させられてもこのテーマだったら余裕なんだ、はい、これ、はい、うん、仮にモンスターがなくなっちゃっても、あ、じゃあとりあえずこれ装備してるから3ドローしますねって言えちゃうんで。なるほど、はい、強そうだなですね、うん、俺さっき畳み打つタイミング間違ったんだ絶対に。釣り林だ。そう、なんだかいろんなとこ妨害を受けたまあいいやという感じで、頼りちょっと面白そう。そうですね、うん、まあ、まだもちろん調整段階ですけど、本当ボイスが何枚やっても足んないな。もうそろそろ再録してくれていいな。あ、そう欲しいですね。結局今、うん、あのそうドラゴンワールドの敵組んだらボイスが必要なんで、基本ブースターの再録枠とかレアとかでも、あ、絶対欲しいです、うん、再録お願いします。お願いします。そうだね、あれがあるだけで子供たちがワンキル耐えれたりするし、ね、はい、そうです。ボイスはなんか配ってくれていいと思うんですけど、ね、本当だね、本当に、うん、もう二次連パックもそう、もうないでしょ。もうあらかじめ売り切ったんで、もういいんじゃないですかね。なってるでしょ、あるとしても、はい、そういう感じだから ね、 そうですね、もうボイスが足んねえって感じです、うん、そう、はい、本当にチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと